ばんはでございまーす。はい、こんばんは。はい、聞こえてますでしょうかということで。はい。あ、アイーン、アイーンですね。はい。アイリさん、こんばんはです。アイーン、アイーン、アイーン。ガオルさん、こんばんは。アイーン、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 アイーンって何やらせるんですか？はい、どうも。ちょっとテンション高めでね。はい。すずめさん、こんばんは。ということで、ですね、にゃーということでね、はい、いきたいと思います。はい、バナナ、ロールペーパーとかね、まあいろいろありますけどね、あれ、だいたい、20年ぐらい前ですね。みんなね、だいたい20年ぐらい前の、本人ですね。はい、52秒経過。はい、ありがとうございます。はい、チャイチャさん、もいでーす。もうコナンだって意味わからん。うん、こんばんは。イエナさん、こんばんは。チャイチャさん、こんばんは。みどりさん、こんばんは。ね、もうバナナとかロールペーパーとかみんなもう楽しそうだね、みんなね。うん。ちょっとね、元気なくなった時とかね、落ち込んだ時とかね、ちょっとなんかこうもう、やってらんねえよって時、あれ見るとね、もうバカすぎて吹っ切れますよね。うん、もう自分なんですけど、あの動画ね、うん、自分なんだけどこいつバカだなと思ってね、結構笑いますよね、あれね。うん、はい、おちんこできた時、違うよ違うよね。あ、皆さん、コンティニューコインありがとうございます。こんばんはですね。あれ本当にあの動画バカですよね、私のね、YouTube のね、あれね、本当にね。はい、タマさん、こんばんもいです。こんばんは。ね。あれはね、もうなんていうの。もう力全部抜けますよね。本当にもう。画質は荒いし。まあ、あの当時の、携帯電話で撮ったような動画ですから、まあ、画質は荒いのもありますしね。で、またその画質が荒いのがなんかこう、モザイクっぽくてね。まあどうでもいいんですけどね。はい。ということで。はいね。最近、コロナウイルスを人工ウイルスと言ってる人がうるさい顔ってね。まあ人工じゃないと思うけどね。まずウイルスは人工で作れないからね。なんかのね、こう、理由で組みかばってるって可能性はあるけどね。いろいろ調べていくと、なんていうのかな、やっぱりね、どう見てもね、インドのね、感染症の、あ、ウイルス研究家か、インドのウイルス研究家の方のね、書かれた、ツイートだかはね、論文だかわからないですけど、あれはちょっとガセっぽいですね、やっぱりね。まあ、チャイナとインド仲悪いですからね。なんか政治的意図があるんでしょうね。はい、ミキさん、こんちゃでーす。あ、お茶ありがとうございます。こんばんは。バナナ食べたい。バナナね。あれね、結構、あれですよ。バナナはね、5年ぐらい前にね、新バナナ作りましたね。そう、新バナナもいいと思うんですけどね。やっぱ一番なんて言うんですかね、30代の頃のね、動画がね、一番なんていうのかな、こう、見てる自分も、こう、恥ずかしくて、馬鹿らしくてですね、もう、なんて言うんですかね、こう、全部力がね、抜けてきますよね。はい。あ、新バナナっていうのはね、私がね、多分5年ぐらい前ですかね、に、バナナからね、ちょっと、もうちょっと前かな、7年ぐらい経つかな、もうな。20年前のね、バナナっていう動画に対してリニューアル版をね、作ったのがあるんですね。はい。ということでね、さあ始めよう、バナナくんということで。あ、はい、承知しました。ありがとうございます。ね。4分経ちましたからね。はい。そのバナナじゃないですからね。はい。でですね、まあ今日は、ちょっと感染症手法からですね、ちょっとまあ、お話の方をちょっとしていこうと思いまして、ちょっとさっきからですね、こう、眺めてたわけですけれども、まあコロナウイルスはね、まあ、こうちょっと拾ってても、この数自体がもうちょっと、
まあ、過去のものになってしまってるし、まあ、今数拾ったところでどうって問題なので意味ないんで、もうおそらく、まあね、もう、減ることはないでしょうからね。で、やはりね、その中で、こう、まあ、紛れてね、増えてるのが、これ、お子さんに関係のあるところと、まあ、大人もかかりますけどね、ちょっと気になるのが、溶連菌ですね。溶連菌が例年比、だいたいまあ、2倍ぐらい。今の時期のね。まあ、定点があったり 3.49。で、まあ、あれですね。例年よりもだいたい定点あたり 1.93 多いと出てるので、まあちょっと、これは多いかなという。溶連菌もこれ結構めんどくさいんで、溶連菌の咽頭炎ですね。要するにまあベロがこういちご状になってね、いちごっぽくなってね、というやつなんですけれども、溶連菌がちょっと多いかな。で、あとはまあ、なぜかプール熱。この季節にしちゃちょっと多いなっていうね。だからまあ、この時期は、だいたいまあ、ほぼほぼそんなにはないんですけどね。咽頭結膜熱ね。普段は。まあ、ただ、まあでもあれかな。こんなもんかな。って感じではありますよね。まあ夏ほどは多くないけど、ちょっと多いぐらい。で、まああとはね、そうだな、あとヘルパンギーナか。ああ、ヘルパンギーナね。あ、奈良先生こんばんは。はーい。あ、奈良先生こんばんは。ドクターラスから自己制作動画にこれがいや PR じゃねえ、誰も PR PR じゃなくて、あれはねですね、元気なくなった時に笑ってほしいじゃないですか、自分も含めてね。だからちょっとこれ恥ずかしいよなと思いながら残してるんじゃないですか、奈良先生。もう消そうと思えばすぐ消せますよ。あえて消さないんですよ、ああいうのは。消すと増えるからね。面白いから、ね。はい。そう、手足口病ね。手足口病はね、やっぱちょっと、あれですよね。まあ、例年よりは、まあ、例年並みかな。ね。ただね、ちょっと増加傾向にはあるかな。って感じですね。ですね。まあ、ちょっと件数的にちょっとなんかすごいなって思うのが、やっぱそうだな。やっぱり溶連菌。ちょっと多いね。2週間連続増加しちゃってるからね。これは多いかな。あとはまあ、結核。結核はな。まあ、相変わらずね、多いのが、やっぱレジオネラとかですかね。はい。そうですよ。鉄道ファンですよ。ね、プール熱、今の季節に珍しいですよね。本当に。なんかね、ちょっと多いですよ。プール熱がね、咽頭結膜熱がですね、やっぱり、ちょっと多いですね。例年よりやっぱり、プラス 1.68 です、定点が。だから、まあ、ほぼほぼないに近いんですけど、普段、まあね、普段の時期はね。だから、まあ、この時期変な話ですけど、まあ、一人二人出ると、まあ、減れないように多いってなっちゃうんですけども、まあ、珍しいですよね、今の時期としてはね。ね、はい。そう、鉄道ファンですよ、思いっきりね。はい、ね。あ、働いてた割には何も知らない人。あら、そうなんだ。私は JRE にいましたね。はい。ゆりさん、こんばんは。はい。この絡み大事。ね。34ゲージが、何手折られてタンポポのように、
綿毛を吹き飛ばされたと聞いて、俺細いな、並なら、今日人身事故の生配信してた人がいて、どうかな、なんかね、いまいちいいね、生配信はダメだね、あ、はしか風神、いい質問ですね。ミドルさん、こんばんは。はい。実はね、京都で、はしかが、出てますね。京都でね、上行ったり下行って、あ、いたはい。ですね、まあ、京都だったよな、確か。そうだ、京都だ。はい。ですね、この辺かな。そうですね、感染地域、京都。ですね、風神、風神2で、はしか1で。で、ですね、まあ、年齢1歳。まあ、累計がね、4例。まあ、今年入ってからね、はしか。で、風疹は、まあ、このね、5週は2例。ね、通算がね、33例なんですよね。だから、ちょっと風疹もな、こう、クーポンの施策やってる割には、これまあ、埼玉、東京なんで、で、しかもこれ20代と40代か。まあ、でも、まあ、20代だと抗体がない感じなのかな。って感じですね。はい。こちらね、鉄がたくさんいらっしゃいます。そうですね。はい。ラスカルセット、ラスカル方程。ちっちゃいなぁ。あ、カスタナタさん、こんばんは。あ、お疲れ様です。ということでね。はい、お風呂ということで。はい。私は東京メトロって感じですかね。あ、なるほど。あれですね。非常に羽振りのいい会社ですね。自分はならないとでも思いがち。確かにね。そうなんですよ。風疹とかはしかって、まあ、これ、男性はそもそもね、今の30代から、まあ、ざっくりですよ。ざっくり30代から50代の方って、この、予防接種自体を受ける機会がなかったので、まあ、感染してね、発症してなかったらもう、抗体ないんですよ。だから、ならないっていう、まず考えが、まずちょっとありえないね。そう。ビッツは小さいと今日知りました。そうなんですよ。ね、だいぶ、まあ、30ね、何ゲージだって言われた？まあ、何ゲージでもいいや。いいよ。ちっちゃいの一緒一緒。見えるか見えないかですね。はい。そう、っていうのがあります。ね。で、まあね、こう、眺めててやっぱね、ちょっと一番やっぱ気になるのが、やっぱ、百日咳。で、これが、まあ、例年並みなんですよ。例年並みなんですけども、まあ、126例。で、まあ、年齢構成を言いますとね、0歳が4例、1歳2例、2歳2例、3歳2人、4歳5名、5歳2人って感じでね。で、ちょっと、まあ、そこまでは、たたたたたってくるんですが、7歳8、8歳14、9歳7、10歳35例、10代6例、30代9例、40代15例、50代3例ってね。これでね、あれなんですよね。まあ、今回のコロナウイルスに関してはね、非常にその年齢が低いと、まあ、発症しないという動きをしてるんですけど、百日咳がね、逆の動きをしているんですね。で、むしろこっちの方が、ちょっと怖いのかな、なんて思いながらね、見てました。ただ、新型コロナウイルスもね、やはり2人に1人が60代ですから、高齢者の方多いんで、その辺はね、十分に注意する必要があります。まあね、ほぼほぼね、その20歳以下の発症率っていうのをですね、まあ、さっきちょっとチラチラと見てたんですけども、確認する意味でね、やはりね、発症率はとても低いです。
20歳未満は。で、やはり20歳を超えてくると、やはりコロナウイルスの発症率上がってきますね。だから、これ何なんだろうなっていうのはちょっと正直なところありますね。例えばこの、風疹とかね、はしかって、これは、若い方が発症しない理由って、予防接種非常に絡んでるんですね。いわゆる、予防接種がその、ね、定期になった世代ってやっぱり圧倒的に少ないんですよ。で、この100日咳に関してはね、あんまりこう、なんていうのかな、ワクチン打つ前に来ちゃったりってケースもあるからね、これはね。なんとも言えないんだけど、というのはありますね。はい、あちょこさん、こんばんは。こんばんはです。こんばんは。はい、新型コロナ、医師の息子さん、10代感染が認められましたねって、そうですね。いや、ほんとね、少ないんですよ。だからもう、なんていうのかな。まあそういう、だからまあ、言ってみればちょっとあれですよね。稀ケースですよね。まあかなり濃厚感染して、まあキャリアからキャリアって感じですね。あ、翔平友さん、こんばんは。はーい。ウィンナー売り場に売ってます。そっちかい。あ、JR いいね。お世話になりました。T ラインって感じだったのでね。あ、なるほどね。あ、そうなんだ。T ラインだったんだね。なるほど。はい。あ、徳目さん、キャスカーありがとうございます。ときちゃんは永遠の3歳ね。ということで、あ、ナチさん、お茶ありがとうございます。先ほどはお邪魔しました。ありがとうございます。ね、美顔状というか、ファビピラ、あ、そうね、製造になりましたね。そうですね。ファビピラビルね。アビガン錠というかね。そうなんですよ。ちょっと心配なのはね、チャイナがあるっていう根拠を持ってね、こう、いわゆる抗ウイルス薬をね、こう、投与してるといいんだけど、大丈夫かなっていう。そっちの管理できてるかなって心配はちょっとありましたね。あのね、あの報道を見てね。ちょっとそこが心配になったんですよ。もう相当もう戦場みたいになってんだろうなと思ったんでね。ね。はーい。あ、コンテネコインありがとうございます。はい。はい。渡部さんお疲れ様でございます。こんばんは。ダーゼン出しときますね。ってもうない。で、やっぱりですね、その感染症、で、例年で見る、ちょっとね、例年比で見ちゃうと、さっきみたいな感じになっちゃうんですよ。まあ、プール熱、溶連菌、それから、まあ、胃腸炎はちょっと、まあ、例年より少し多いぐらいかな。まあ、それから、リンゴ病、それからね、ちょっとヘルパンギーナがね、異常糖質として多いのが多いんですけども、これはあれかな。まあ、ちょっとね、理由わかんないかなってとこですね。あとは、あれか。まあ、急性出血性の結膜炎とかなところかな。で、ですね。嬉しいニュースとしては、インフルエンザがですね、まあ、定点あたりの報告数が 14.1。まあ、1超えればまあ、流行なんですけど、とは言っても、例年の今時期と比べるとですね、まあ、マイナス 2.08。だから、例年並みの流行ではない感じですね。例年と比べたら全然、本当に全然少ないって感じですね。ね、はい。なるほどね。レムデシビルがね、効果あったんで、それなりに効果あるんじゃないかと。やっとかよって。まあ、そんな感じですよね。まあね、まあ、いろいろやってみるのはね、本当に、私は大歓迎だと思うんですけれど。チャイナ大丈夫かなってね。ね、そこだよね。ちゃんと検証できてかなってね。そこ怖えなってとこですよね。
そう、どこかの国では新型コロナにエボラ出血熱の薬投与したみたいですね。うん、そうそう、その話、その話。うん。そう、米国、米国。うん。そう。うん。そう、レムデシビルってお薬ですね。うん。そう、アビガンはね、備蓄分からね、吐き出しかな。とりあえず日本優先で頼みますね。まあ、さすがにね、海外持っていかないでしょうね。うん。そう。ああね、RNA マイナスであるコロナのに効果があるっていうのはね、未承認だけど証明はされてるんですよね。うん、確かに確かに。うん、そう。チャイナでやってるね、と、なんていうのかな、その、抗ウイルス剤の実験は、怖え。うん、なんか、変な体制菌できそうで怖い。うん、あのね、米国がね、例えばそのやってる、そのまあ、言ってみれば治験じゃないですか。まあ、なんとなくこういけるんだけど、まあね、こう、チャイナの場合大丈夫かなっていう。うん、いろんな意味でね、そう。あ、そうですね。ああ、そっか、まあね。チャイナリスク、高田水江。うん、なので、ムティアン。も多分効果あるけど、耐性菌が怖い。そうだね。うん、あんまり弱いのは怖いですね。よくね、なんていうのかな、まあ抗ウイルス剤でもね、こうなんていうのかな、ね、そうそうそう、ついで感があるんだよね、中国の報告ってね。うん、なんかこう結構こうね、こう現場判断多いんじゃないかなっていう気がして。ね、それはありますね。シムデルビルのね、活性化した、そうだね。うん、中国側は否定している。なんで、それが1、2、そうだね、注射、まあ、傾向、そうだね。まあ、なりますよね。まあな、中国はどうやってるかだよね。うん、まあそれにもよりますね。うん、まあ何があってもおかしくない国だから。そこはね。びっくりするからもう本当あの国。いろんな意味でね。行きゃわかるよ。あれですよ。ビル建ってるとこじゃないとこに行くんですよ。もしかしたら飢えちゃうとこに行くってね。そうするとすぐわかりますね。そうだな、溶連菌やっぱり多いね。で、やはりですね、まあ、コロナウイルス飛ばし、追えないから、もうね、これ、こっからもう数増えちゃってるんで、全然もう、追い切れないんで、すごいな、ほんとな、インフルエンザは地面を這いつくりって感じかな。ね、はい、多分、ゾフルーザもコロナに効く、まあ、そうですね、そう。ね、そうなんですよ、ゾフルーザね、なんとなく効きそうな気がするね。まあ、乱用怖いですけどね。あ、時々藤田さん、こんばんは。風邪をひこうが発熱症が休めない塾講師がこちらになります。あらら。塾の先生か。休んじゃおうよ。大丈夫だから、もう。もう入試だから、もう。ね。ゾフルーザもコロナに効く気が、そうね。まあ、意外と、まあ、言われてますよね。だって、インフルエンザ治療薬っていうか、その、ほら、インフルエンザのウイルスとさ、ねえ、そんなに、ね、なんていうのかな、ウイルスのこう、立て付けがね、まあ、構成が、まあ、同じじゃないけど、まあ、似てるというかね。まあ最後はそうね、本人の抵抗力ですね。ただやっぱどうしてもね、その高齢の方が、やっぱり発症してっていうのが多いですね。まあ、我が国の場合はね、まあ死亡例はまだね、本当に少ないですけれども、ただ、まあ一人で済むってことはないかな。なぜかっていうとね、これ今感染防止法を私ずっとこれ見てたんですけれども、これね、まあ肺炎球菌、普通のね、
本来の肺炎の方の肺炎球菌ですよ。なこれの、報告件数がですね、なかなかな数なんですよ。ですね、どのぐらいだったかな。これだ。入ったね。肺炎球菌、38例。うん。だから、もともと、要するに、例えばその、ほら、コロナウイルスがやってきて、まあ、肺炎球菌ね、これ全く別のものですから、その辺はね、ちょっと可能性ありますよね。ね、ざわついて、噂されているだろうけど、騒いではいないよ。静かに、穏便に対応しているんじゃない。それよりコロナは、ウイルスより、免疫細胞の、そうだね。過剰炎症で死ぬよっていうね。それあらね。過剰炎症を、調和させる食べ物を取った方が良い。友達がこんなの信じてた。あらら。なるほどな。ですね、これ厚労省のページにも書いてありますけども、体力のある方、ね、重症化してない方は、大体ね、こう自宅で、まあ、約1週間様子見ていただければ、普通に収まってきますね。重症化してない方ですよ。だから別に食べ物とかうんぬんとかじゃないですね。そもそも何かに罹患すると大体食欲落ちますからね。調子悪いのにマクドナルド行ってね、ハンバーガー3つ食ってんのは私ぐらいだと思うんですよ。ね。はい、さあ、食べてますよ。ね。なお、代わりの人員は一人もいないので、インフルになっても休めません。うわぁ、経営者か。きついなぁ。なるほどね。なるほど。研究要員の立ち位置なんだ。コロナを騒ぎして、未知なんで怖いところあるけど、合併症を引き起こす可能性が高いので、まだ周知されていない予防法が周知されれば万歳かなってね。そうですね。多分今年のインフルエンザ、ね、死亡率とかかなり減るかなって。そうですね。まあそもそもインフルだけじゃないんですけどね。大体合併症なんですけどね。インフルエンザだけでね、亡くなるっていうのはね、あんまないんですよ。これね、毎年そうなんですね。で、インフルエンザにかかることで、まあ、他のね、合併症を起こして亡くなる。まあ、これも肺炎も入ってますしね。だから、まあ、それがコロナに変わったのかなっていう動きをするのかなって見てますね。まあ、あとちょっと気になってるのが、この100日咳の、罹患数ですね。そう、体調悪い時に、のマックは本当に美味しい。美味しいんですよ。美味しいんです。ねえ、なんでか知んないけどね。で、何ですかね、バカみたいな、なんか、パティのがいっぱい挟まってるバーガーはね。あれはね、三つ食べたら気持ち悪くなりますよ、本当ね。ね、やはり規則正しい生活と、手洗い、うがいが一番予防。そうですね。あれですよ。まあ、この時間にキャスやっててなんですけど、早寝早起き一番いいですよ。ね。日が暮れたら寝ていて、まあ、そんなの無理だろうな。ね。それは無理ですね。はい。でも手洗いはね、非常に大切です。はい。あとね、まあ、睡眠時間はね、こう、まあ、たくさん寝ればいいってもんじゃないんですけど、しっかり寝た方がいいです。はい。で、サプリ、笑い、本当に効果あったら薬品になってると思うんだよね。その通りですね。はい。ラスカル感染症になりたい。元気になりそう。あんま元気にならないですよね。ただ、テンションおかしいだけです。ね。アイーン、アイーンとかね。バーナーなーとか始まっちゃいますからね。はい。まあね、ご年配の方とお話ししてるとね、確かにちょっとね、認識はちょっと、ボケてますよね。腹すくべえってね、だな。確かに腹すくんだよな。そう、20時間寝ちゃうのはまず、20時間はでも寝てみたいな。寝たい。もう何？もう本当にあれだよね。なんだろう。トイレ行くのも忘れて寝たいよね。罹患者のゼロエリアに行くのはちょっとやばいと考える。そうね。風邪にすらなってないけどっていうね。ああ、なるほどね。まあ確かにね、ありますね。はい。カレーさんこんばんは。寝ろ。はい。
全くその通りだと思いますね。まだ起きて7時間。あ、リッチャーさん、ね、コンティニューコインありがとうございます。あ、改めましてこんばんはです。はい、ね、ね、お風呂から出ました。寝すぎると頭痛になるマダオです。あ、なるほど。うん。まあ、いいんじゃないですかね。うん。私は、いくらでも寝れるっていう特技が、ね、ありますね。20時間寝たらいいかもしれないですね。はい。ね、ネロパトラッシュときたか。くぼちゃんさんこんばんは。コンティニューコインありがとうございます。ご勤務の後は気絶しちゃう。土曜日を無駄にする。夜寝て夜に目が覚める。わかる気がするわ。だね、あれですね。やっぱね、夜勤明けはね、帰ってきて寝ちゃダメですね。リズム崩れちゃいますからね。まあ、ただ、その後、まあ、巡夜とかする、ね、看護師さんとかはちょっと、まあ、寝なきゃしょうがないですけどね。あ、イブラカタブラさん、こんばんはです。はい、ね。まあ、本当にね、まあ、今ね、まあ、コロナウイルス以外の部分のね、感染症のね、流行状況をですね、まあ、感染症研究所のホームページの、第5週の週報、ちょっとね、まあ、集計する関係もあってね、少しずれます、これ。だから、第5週なんで、2月の上旬のものと思っていただければいいですね。日付で言うとですね、1月の27日から2月の2日の分の集計の、データで今ね、お話の方をさせていただいています。やはりこの報告をね、まとめて、こうね、一つのですね、まあ、手法にしてますんでね、少し遅れてきます。はい。なんでね、まあ、あとはね、肺炎を起こす要因のものがですね、ちょっと流行ってますかね。レジオネラ症というね。まあ、先日ちょっとお話しましたけど、水辺にいる、まあ、まあ、これこそあれですよ。エアゾル感染ですね。こう、池でね、こう、まあ、なんていうのかな、こう、水が流れてないような池だとね、結構ありますね。はい。20時間寝た後、目が覚めたら脱水で体痺れてました。だろうな。なんか私はなんか水飲みすぎるから、おもらししてるかもしれないよね。で、そして脱水してるっていうわけなかんないことに私だったらなりそうかな。あ、ちょっと前にサバカでコメントしちゃいました。ってことでね。あ、そうなんですね。RS ウイルス。はい。あ、そうですね。あ、さすがですね、カレーさん。はい。RS ウイルスもね、やはりね、流行基調にあります。かなりね。RS ウイルスはね、主にですね、まあ、子供さんがなる乳幼児から、まあ、小学生のね、低学年ぐらいまでかな、多いのはね。というね、感染症があります。で、やはり RS ウイルスもね、この時期に来て、やはりちょっと増加している傾向にはありますね。ただ、インフルエンザがね、やっぱりその少しおとなしい分、まあ、おとなしいって言ってもパンデミックですよ。パンデミックって流行にはなってますよ。ただ、まあ、定点数が 14.1 ですから、まあ、流行ではあるんですよ。これ1超えたら流行ですからね。定点数っていうのはね。で、ただ、まあ、例年と比べたら全然少ないってだけであって、まあ、ゼロってわけじゃないからね。やっぱ多いもんも多いからね。そう。レジオネラってのは24時間風呂で増殖したやつですね。ですから、数パーセントとかでは、レジオネラのね、必ずですね、測定をしなければいけないという決まりになってますね。数パーセントとか、それから、温泉設備。それから銭湯は必ずレジオネラの、まあ、なんていうのかな、その検査ね、こう、時間を決めて、菌の数をね、調べるというのがね、なってます。はい。なるほどね。お風呂に一日中いたい。ね、イヤナさんいつもお風呂ですもんね。絶賛お風呂。プールも好き。あ、いいですね。はい。あ、感染症エクスプレスという名前の、小笠原丸ね。はい。
に RS ウイルス載ってた。あー、なるほどね。感染症エキスプレス。うん。小笠原丸ね。あれいいですよね。結構ね。好きなんですけど、小笠原行くと一週間帰ってこれないんですよね。船が一週間に一回しか出ないですからね。うん、だから一週間休み取らないといけない小笠原ね。行ってみたいけど、そんな時間どうすんねんっていうね、感じですね。はい。ふむふむということでね。はい。なんでね、まあ、気をつけなきゃいけない、やはりですね、感染症はあります。うん、まあ、インフルエンザおとなしいとはいえ、やっぱりナンバーワンですね。うん、数としてはね。うん、それから、まあ、今ね、おっしゃっていただいた RS ウイルスがね、これも2週間連続で増加しています。で、上位はですね、山口県。うん。それから、宮城県。まあね、0.83、0.81 ですね。うん、だからまあ、数としてはね、やっぱり RS ウイルス増えてきてますね。やっぱりこうね、肺炎を起こすのがやっぱ多いな。まあ、インフルエンザもそうだし、百日ぜきもそうだし、うん、肺炎球菌もね、こう、ご年配の方とかでも、それからね、まあ、お子さんでも、ちょっとまあ、数多いかなって感じはするんで、どうかなってところはあるかな。まあ、難しいとこだよね、これ、かなりね。結構なね、やはり罹患者数出てますからね。まあ、だから、ですね、もう、肺炎に関してはもう、これはね、なんていうのかな、こう、まあ、そうだね、ちなみにインフルエンザのですね、上位3位は高知県、愛知県、宮崎県でございます、ね。ただしこれあんま当てになりませんからね、どんどん入れ替わったりしますから、でインフルエンザに関しては、766例報告ですね。で前週と比較して減ってます。これはちょっとびっくりだよね。インフルエンザがこの時期前週と比較して減ってるって、なんかすごいですよね。で、ですね、年齢別で言うと、まあ圧倒的に多いのはやっぱり1歳から9歳。これは255例。で、次が10代、50例。なんですね。あ、ごめんなさい。次があれだ。70代、113例。で、その次が60代、67例。ですね。うん。で、80代が164例だ。その次が10代ですね。50例。やっぱインフルエンザもね、これやっぱり高齢者多いですね。まあ当たり前か、これはな。だから高齢者の方って確かに、この今回の新型コロナウイルスでもね、非常に気をつけなきゃいけないですけども、もともとインフルエンザに関しても気をつけなきゃいけない。それから、肺炎球菌のワクチンもしっかり打っていただかないと、そっちもちょっと肺炎の要因が多い。で、抵抗力も非常に弱っているので、肺炎そのものを起こしやすいので、ね、どちらにしてもちょっと肺炎には警戒する必要がある。だから、まぁ、ちょっとね、やはり高齢者の方はね、ちょっとまぁ注意しなきゃいけないものがね、一つ増えちゃったかなって感じではありますね。病院内でマスクの盗難があった。あら。フィリピンでポリオね、出てましたね。載ってますね、ここね。はい。それから、ね。お布団と結婚しました。すごいな。はい。あ、お茶中ありがとうございます。暖かくしてくださいということで、ありがとうございます。まあね、箱だから追えそうな気はするよね。箱で取られたのかい。おぉ。あ、ぼくちゃんこんばんは。一応オリンピック年ですが、マイコプラズマは？それはね、マイコプラズマはね、例年よりね、ちょびっと少ない。でも例年並みかな、ほとんど。0.31 です。1を超えてないんで、一応ね、流行ではないかな。
そして、はいはい、高齢者ラスカル、ほっとけ。ニュースで見たよ。うん、あらまあ、誰をだい。高齢者はボケって思い込み強いから、どうにもならず、やたらベッドを、流行のせいにする。そうなんだよね。そうね。今回の新型コロナウイルスは10歳未満の年齢帯で死者ゼロなんですよね。そう、そうなの。これ不幸中の幸い。あとね、発症率もね、むちゃくちゃ低いんですよ。10歳未満、20歳未満。合わせてもね、2% ないのかな。だから、おそらく、この、今のデータ見てると、その年代の咳っていうと、やっぱこう、考えられるのが、一番見た感じ、やっぱインフルエンザ。次がね、100日咳が多いんで、ちょっとその辺かな。あとは、やっぱり、溶連菌。喉の痛みは溶連菌って感じかな。まあ、ただね、まあそうは言っても全部疑わなきゃダメですからね。あ、お茶、10ありがとうございます。ね、その舞妓じゃない。キャス君特別ありがとうございます。多分手洗いマスク、咳エチケットできないジジイが先に罹患してる気がする。まあ偏見ね。まあね。まあ、手をきれいに洗うっていうのはね、すごい大事なんですよ。なんでね、その保育園とか幼稚園とか小学校の低学年とかであんなね、手洗い歌でね、お願い、お願いってやってるかって大事だからなんですよ。癖つけてほしいから、まあ、それをずーっとこう、まあ、死ぬまでね、引きずってほしいことだから、まあ、やるわけですよ。まあ、うがいに関してはね、残念ながら、科学的根拠はありません。効果があるという。はい。うがいをする文化っていうのはですね、あんまり我が国以外ではありません。だから、エビデンスが非常に乏しいです。科学的根拠は全くありません。はい。ただ、手洗いに関しては、ものすごくね、根拠はあります。ただ、かといってね、うがい意味ないってわけじゃないんでね、しっかりやっていただいて、今の時期っていうのは、こう、ほら、なんていうのかな、喉にこう、ほこりが詰まってね、こう、イガイガしますから、そういう水分を補う意味でね、いいと思いますね。はい、キャス君ありがとうございます。違う初老だよと、ほっとけ。白駒スタンプありがとうございます。初老かって、おいおい。言ったらいいかもしれんが、老害はかかればいいんじゃねって思ってしまう。対応めんどくさい。まあなぁ。まあなあ、まあね、ここ、まあね、年配の方に関して言うと、やはりこう、罹患して、肺炎になるものが多いんですよ、もともと。で、そこにこうコロナが入ってきたんで、ってところかな。で、コロナウイルスはね、ワクチンないですしね。ただ、やっぱインフルエンザの予防接種しっかりやっていると、まあ、高齢の方の話ですよ。比較的出にくい。とは言われてますね。比較的ですよ、あくまで。亀さんってことでね。はい。足裏足元の消毒やれと。冬は普段手袋して、素肌は出しません。なるほど。はい。お子さんたちの手洗い、すごいきちんとしてる。後ろで見てて正しいと思いました。待たされたけど。そうそう。やっぱね、子供に見習うべきですよ、手洗いは。もう手洗いを教えてもらうのは、もう、もう、きちんと保育園と幼稚園で教わってるね、お子さん。もう一番よくできてたりする。ね。大人とかはね、こうトイレ行ってね、ちょっと水にちゃーって垂らしてね、2秒のフィンガーボット状態ですからね。あれダメですね。ちゃんと手を洗わないとダメですね。髪めくる前に手でも濡らしたいのかいぐらいのね、時間しかつけてないですからね。そう、花粉の時期と被るからね、罹患率高くなりそうってとこなんですけどね。いや、花粉症の方がね、これからやっぱマスクないと辛いでしょう。で、マスクの供給がやはりね、なかなかもうちょっと厳しそうなんでね、まあ、それだけがちょっと気の毒かなという気はしますね。ただいまお風呂に入っておりましたということで。はい、
お戻りなさいってよくわかんないですけどね。1月3日から2月10日まで塾と、家庭教で38連勤したから体力は落ちてる。寝ましょう。そうだよな、追い込みだったもんな、塾の先生ね。素直なおじいちゃんとおばあちゃんは長生きしてね。だけどイチャモメやたらつけるのは早く。まあ、命の選別はしたらあかんだよ。ね。あ、ヤックもね、うがい意味ないって言ってます。そうだよね。まあね。まあ、ヤックン救急医だからね。彼はね、彼の記事いいですよ。ヤックンのね。うまい。やっぱりね、こう、なんていうのかな。何人かいるんですけど、年齢の若い人に響く文章の書き方するのね。彼うまい。彼の記事はうまい書き方。すごいうまい。言葉の取り方とかすごい上手。花粉症、ついに来ましたね。宿敵でございます。まあ、多いですよね。あと、目や顔を触ったり、こすったり、口、触れたりするからね。痒くて、そうなんだよね。なるべくね、やっぱね、触らない方がいいです。マスクを、こう、口にするっていうのはね、こう、顔全体が汚れてしまうっていうね、まず考え方。だから、その中で、ね、せめても口のどこだけを覆うっていう考え方。だから、マスク一回つけてね、もう、しばらくちょっとつけてると、かなりな汚れをしてきます。で、私ね、普段メガネしてるんですけども、この時期ね、メガネをね、やっぱりね、ちょっとかけててね、しばらくしてから撮るとね、飛沫が結構ついてんのよね。これ汚ねえなぁと思いながら拭くんだけど、これ、人の飛沫だからなかなか取れないんですよ。だからもうね、中性洗剤でガーッと洗っちゃうんですけどね、私ね、メガネね。まあ、汚いですよ。本当に結構飛んでます。ね。はい。虫歯に響く書き方し違うっちゅうのね。いくら割と荒れてるな、わかるけど、そりゃ荒れるよ。荒れるよ。だって。あえてここでね、愚痴ってもしょうがないけど、そう、外科系のレジデントって100連勤なんでザラって聞いたけど、それをやらしちゃいけないんだけどね。やらしちゃいけない。やらせる定石ちょっと、敷かないといけないね。そうそう、痒くて、目触りたくなるので、触っちゃうんですが、触れば触るほど痒くなるんですよね。そうそう、花粉はね、なるべく我慢した方がいいです。メガネ洗うラスカル、いくら食べたいって、そのいくらじゃなくてね、アライグマ感が出てるって、そうじゃに。10いくらも若干荒れてるけど、30代くらいの先生多いからな。まあ、書き方悪かったし、あの方もね、容赦しないとって、そうなんですよ。一言謝ればいいんです。ちょっとだからその自分の考えを押し付けてるっていうのがね、私は一番、そういう人じゃないはずなんだよね。まあ今でもそれは信じてて、なんていうのかな、タイムラインで見損なったって書いたけど、まあ本当にね、優秀なね、本当にいい先生なんで、もうちょっとね、こう、なんていうのかな、一番さ、こう、いろんな部分で変えてきてくれたね、方なんでね、本当にもう、なんか、あんなところでこう、なんていうのかな、若い先生的に回してほしくないと思うし、って私は思いましたね。はい。某地方議員。子宮がんワクチンは、子宮頸がんワクチンね、は絶対廃止。接種推奨者は誤ってる。自己批判しろですね。わかりました。なんかね、村中理子先生がね、まあ随分頑張ってね、メディアでね、今お話ししてくれてますね。やはり子宮頸がんワクチンね、ちゃんと、接種しないと偉いことになるよっていうね、まあご自身もね、
1万個の至急っていうね、書を出されてましてね。まあ、このままね、子宮頸がんワクチンのね、接種の積極的、接種を見合わせしているとね、まあ、1万個の子宮がね、なくなっていくよっていうね、まあ、換気してますね。やっぱりね、大事ですよ。まあ、まあ、うちはね、娘たち打ってますけれども、すごく一番大事なとこですからね。本当にその、なんていうのかな、未来のね、お母さんになる子供たちね、にとって非常に大事なワクチンなんですよ。子宮頸がんワクチンっていうのはね。で、やはり普段なかなかね、定期検診にこう行くって言ってもですね、やはりその、まあ、恥ずかしいところでもありますしね、なかなかその、産婦人科にね、足を運ぶんで、定期検診をするっていうのがなかなかちょっと難しい年齢だと思うんです。で、もちろん定期検診はね、しないといけないんですけれども、やはりね、それをもう根本からね、予防するっていう意味でね、子宮頸がんワクチンというのは非常に、まあ今 HPV ワクチンって名前に変わりましたけれども、非常に重要であって、で、やはりそれがね、結果としてね、命を守ることになるし、ね、多いんですよ。出産の時にね、検査をしたらね、まあ、子宮頸がんワクチンが見つかって、まあ、赤ちゃんは生まれたけどもね、お母さんは間もなく亡くなってっていうのはね、非常に多いんですよ。だからね、やっぱりそういう悲しい思いっていうのはね、一人でもさせたくないんでね、やっぱりそういうところ。年間3000人前後やっぱり毎年亡くなってます。で、やはりね、この数は、まあ、例えばオーストラリアなんかではね、もう排除宣言を出せるような状況まで来てますんで、子宮頸がんワクチン、子宮頸がんね、ワクチンかなり普及させてますからね。だからそこまで持っていかないといけないんじゃないかなと、やはり思います。はい。どうした？白内障の手術の後、眼内にレンズ入れている人は、花粉症とか気をつけた方がいいよ。眼内レンズやシリコンが乳化して濁ってしまうからアレルギーコントロール大事。あ、そうですね。うん、コンタクトレンズはね、非常に大変です。うん。管理大変なんでね。できたらこの時期だけどメガネにした方がいいですよ。うん。本当に眼球に傷つけまくってしまうんでね。マリエマクチンは過去の話だな。美容整形外科、風情的に思われているのがね、悲しいところ。まあね。勤務している店舗でも、手洗いとうがいにアルコール消毒が習慣化しました。そうですね。まあ、コロナウイルスに限らないですけど、まあ、そのレトロウイルス系っていうのは、アルコールでこう手殺菌することでも、ウイルスのね、周りの膜を破壊しちゃいますからね、もうそこでもう感染力失いますんでね、非常にね、効果的です。アルコールね、消毒ね。はい。某市議会議員は、骨深い、なるほどな、あの人な、ねえ、はい。子宮頸がんワクチンちゃんと打とうよ。本当です。一応ね、打てなかった世代の方っていうのがね、今もうね、その積極的推奨をやめてしまった関係で、今一番上の年齢になってる人が20歳に迎えるんですね。で、もうちょっと長すぎたので、まあ救済策をというのは一応考えてるんですけども、あのワクチンに関してはですね、あくまで性交渉がね、なかった、まだね、されてない女性に対して、まあ無条件で有効という部分になるので、まあ、それ以外のね、性交渉のあった女性に関してはやはりその HPV に感染していないことを確認した上での接種というふうにはなってくるかなと思いますね。はい。保守系の、売名市議会議員、あ、いるの？ああ、ね。はあ、ははあ、ん？岩田先生、クルーズ船に入っても1日で出されたの？あ、そうなんだ。え、なんで？わかんないけどね。
予防医学に力入れてほしいね。そうですね。確かにね。ああ、星ビジネス系の売名で、市議会議員か。なんかいたね。うん。あの方、幕引き、毎回のやり方なんですが、お医者様はまさかあんな扱いを受けると思っていないから、結果は揉めた例だと思います。うん。でもあれはね、いくらには許されないよ。あの幕引きは。無理。うん。あれで幕は引けない。うん。あ、10万個の支給か。うん。1万個じゃねえな。10万個の支給ですよね。失礼しました。今日の虎ノ門は中身が濃かった。あ、そうですね。子宮頸がんのことも触れてましたね。村中理子さんね、今日ゲストだったんですよね。うん。で、私送ったコメント読んでいただいてました。はい。びっくりしました。正直言ってね。うん。某地方議員はですね、副作用のある、子宮頸がんワクチンなんてとんでもない。副作用のない医療以外はしてはならない。副作用のあるワクチンはワクチンではない。ですね。わかります。副作用のない医療って、この世に一個も存在しません。ね。まあ、大小、それぞれ個人差があって、人間ってこう、まあね、見た目もまず違いますからね。クローンじゃないんで、みんなまず見た目が違うんですよ。で、中身も全部違うんですね。だから、同じものをね、お薬を使っても、効果の出方もみんな違うんですね。だから、100% の医療ってそもそもありえないんですよ。で、副作用が強く出てしまう人がいる。ね。だけども、ね、副作用じゃない作用の方がね、効果の方が強く出る方がいる。じゃあ、副作用が強く出る方と効果が出る方は、どっちを取ったらいいかってなった時に、副作用よりも効果の方が、その方の QOL を上げるな、クオリティオブライフを上げるのに、有効であれば、薬を使うというのがね、考え方です。例えば、頭が痛い時にどうしようもない。あ、でもね、頭痛薬飲むとちょっとなんか体がね、あんまり調子良くない。でも、このまま頭が痛いと集中力を持ちて危ない。だから頭痛薬飲むわけですね。はい。うん、絶対に廃止になっ、絶対廃止はちょっと正直言って意味がわからない主張でしょ？本当ね。57分ありがとうございます。そうですね。ヒトパピローマウイルス、イボとか作るウイルスって感じですかね。子宮頸がん、検診通知、時々します。そうですよね。ぜひ、子宮頸がんワクチンのね、定期検診は受けていただいた方がいいですよ。うん。まあ、以前はね、結構その、年いかれた方の罹患が多かったんですけれども、やはりね、せっかくね、始まったワクチン接種なんですけれども、見合わせてしまったがためにね、最近ちょっと若い方も、時々出てきます。はい。ね、ビッツがんワクチン違う。トイレ詰まったが、でね、アルコール消毒、本当お酒は違うからね。うん。うん。ああ、確かにね。性交渉の有無って必要？そこもハードルが上がってるような。まあね。おっしゃる通りで、男女共に両方打っちゃえばいいんですよ。うん。本当はね、女性じゃなくて、男女共に打った方がいいです。うん。なんでかっていうと、両方に打っとくとね、さらに、なんていうのかな、感染率落ちるんで、で、実はね、これ子宮頸がんワクチンって言われてます。まあ、HPV ワクチン。これね、今日言おうと思ってたんですけれども、まあ、女性はね、その子宮頸がんワクチンとか、まあ、同じ HPV でね、線形コンジューローマってイボができるってのがあるじゃないですか。ね、痒くて痛いイボね。うん。で、それね、ウイルス、じゃあ男性にかかったら何が出てくるんだって話なんですけども、実は男性の方がね、結構苦しいがんのね、原因だったりするんですね。例えばその、まあ、肛門がんとか、まあ、それから前立腺系のね、がんだったりとか、まあ、泌尿器系のがんですね。まあ、前立腺がんではないんですけれども、うん、というのがね、やっぱ出てきますんでね。ね。はい、そう、地方議員。あ、コメントやっぱりラスカル先生だったんだって。そうですね。はい。ちょっとさすがに黙ってられなかったですね。うん、てか、ほとんど見てないんですけど、とりあえずコメント送っといたら、
これ後で録画見たら、あら、読んでるわと思ってびっくりしちゃったよね。うん。本当ありがたかったですね。はい。岩田先生、テンパってるらしい。ああ、本当。マイスリーの副作用か。副作用でポークビッツ、ならない。うん、あらら、岩田先生がテンパってる。珍しいな。落ち着いてるんだけど、どうなの先生、いつも。薬やワクチンが効くのは、そう、作用するからです。うん。思わぬ作用は副作用と言います。そうですね。はい。まあ、57分のお知らせいただきましたけどね、すっかり延長しちゃいましたから、ちょこっとだけね、延長して、今日は終了したいと思います。ビルフェンよく飲むな、ということでね、ときちゃん頭が悪い、そんなことはないよ。うん。うさぎテコフレームありがとうございます。お茶ありがとうございます。副作用が、被害者救済が、本当そうですよね。子宮頸がんの原因は性交渉によるヒトパピロマウイルスの感染と言われてますので、性行為未経験の場合、リスクは極めて低いと思いますということでね。そうなんですよ。そこでね、いわゆるその予防接種をしておくと、かなりなね、高確率で、ヒトパピロマウイルスの感染がですね、防ぐことができます。これが、ね、子宮頸がんワクチンの、ね、疫学になりますね。はい。さ、うさぎでこフレームありがとうございます。エッチな P、VV なワクチン意味わかんない、うん。コンティニコインありがとうございます。はい。段階よし、短段よし。HPV 感染後の HPV 接種で良くなったとかのエビデンスはなかったんじゃないかな。そうですね。ないです。一部で噂でそんなの出たことあるんですよ。HPV ワクチン感染した後に、HPV に感染した後に HPV ワクチンを打って良くなったってエビデンスが流れたことがあったんですけど、それはないです。なしです。はい。ね、地方議員さんね、ラスカルさん違うちゅ。はい、どうもお疲れ様です。はい。本当にコインバックありがとうございます。ね。うん、あ、ノルウェーのお茶飲んだが飲んだよ。うん、キャス君特別ありがとうございます。お茶ありがとうございます。ポーさん、医者にかかるよりも天日干しのアワビの、貝殻は、削って飲めって、おいおいって、どんな民間療法やねん。お疲れマスタードでーす。ね、そうですね。うん。性交渉前にね、接種することが大切。だからね、接種年齢はね、本当に逃がしてると世代が悲しいですよね。まあね、まだね、今だったら救えるかも。うん、二十歳前だったらなんとかなるかもしれない。ただね、やっぱりその、ね、やっぱりこの、なんていうのかな、高校までと比べるとね、こうやっぱりどんどん人間関係こう広がっていくじゃないですか。で、やっぱりそういう恋愛したりとかね、やっぱりそういうことしたりとかするんで、なるべくならね、ほんとそういうね、時期にきちんと打っていただいてね、本当にね、こうきちんとこう恋愛してね、結婚されて、まあそのお子さんをっていう時にね、悲しい思いをしないでほしいな、っていうのがね、私の思いです。なので、だから本当そこはね、ちょっと力入っちゃうんですよね。それと、やっぱり風疹ですよね。で、風疹もやっぱり患者数ね、もう国が施策打ってるにもかかわらずね、やっぱりちょっと真剣になっていただけないところがあるんでね、ほんとそこもね、風疹症候群も、やはり妊娠に気づいたか気づいてないかの妊婦さんが感染するとね、どうしてもね、この発症しやすくなってしまうのでね、もうこれだけはちょっと引き続きね、もう、口が疲れても言っていこうかなとはね、思ってます。はい。ということでね、ちょっと延長しましたけども、終了させていただきたいと思います。はい。ね。ということで、はい。お疲れ様でございました。ありがとうございます。はい。あ、翔平どもさんお疲れ様でした。はい。ありがとうございます。はい。お疾れ様でーす。うん。70歳以上の方々、風疹なんて子供の頃にかかっておけばそれでいいのよって、ことはないんだよな。昔風疹じゃなくてね、他の病気でも風疹って言ってたからね、かなり怪しいんだよな、昔の診断ってね。ということで、はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、で YouTube で、お聞きの方はですね、チャンネル登録もできましたらよろしくお願いいたします。はい、であと最近ですね、ちょっと鉄道動画もですね、ちょこちょこ出してます。ちょっとくだらないネタ仕込んだりとかね、わけなかないことしてますけども、最近撮ったのじゃなくて昔のをこう引っ張ってき出してきたりしてこう編集してちょっと組んだりとかしてるんで、もしよかったら見てあげてください。ね、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。
はい。あ、はい。あ、せつなさん、こんばんは。お疲れ様でした。ありがとうございます。おやすみなさい。満鉄じゃね。